見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。1ドルイコール114円に、過去79円の時にアメリカ旅行をした際には現地での物価の安さに仰天しましたが、今言ったら高さに仰天するでしょう。ここ数年、私は日本の物価と賃金の安さを問題視し続けてきました。各国の物価の指標を表すビッグマック指数で日本は390円ですが、アメリカ621円、タイ429円です。アメリカはさておき、今や日本はタイよりも物価が安い、世界から買われまくる国に落ちぶれました。東京の土地は高いものの、500円で海鮮丼が食べられるんですよ。そして、土地にしても、私が住む佐賀県唐津の名士からこの前、この山、所有権を移す諸費用で支払う3000円以上だったら売るよ、なんて言われ、4000円でいいですかと聞いたら、いいよ。まあ、冗談だと思いますが、タイの物価の上昇については2019年末訪れた時にしみじみと感じましたが、最近一緒に壱岐へ旅行に行った会社員時代の同期 S が日本のヤバさを的確に表す見事な発言をしてくれました。S は上海支社、東京本社、福岡支社となり、今、唐津に住んでいます。朝食を買うため、コンビニへ行く車内での会話です。日本のコンビニ、やべえよ。100円とか200円であのクオリティのスイーツが食べられるんだぜ。中国のスイーツってバタークリームで昭和の日本の洋菓子的。日本人のパティシエがやっているうまい店もあったが、バカ高い。それが日本では100円だぜ。俺、東京に戻った時、毎日会社の下のセブンイレブンで一つずつ買っていたら太っちゃったよ。しかも、毎月新作が出るからそれを全部買う。ここまではほのぼのエピソードでいいのですが、次の言葉がかなりクリティカルヒットでした。この安さでこんなに幸せなんだったらアクセク働かないでいいじゃん、なんて思っちゃったよ。だから俺は出世欲もなくなった。S は、ぐうたら社員として知られる漫画、おいしんぼの山岡四郎と、釣りバカ日誌の浜崎伝助を目指すと明言していますが、まさかのその宣言の裏に、コンビニスイーツが安くてうまい、があったとは。本人の名誉のために言っておきます。彼は自由奔放ですが、ぐうたら社員ではありません。きちんと成果を上げています。さて、ここから読み取れるのは、日本のサービス、商品提供者の過剰なまでの奉仕精神です。どう考えても、日本で買うものは値段の割にクオリティが高すぎます。今の日本は、ステルス値上げに象徴されるように、本当は苦しいので揚げ底の容器で量を減らして値段は買えない。これでは、物価は上がるでしょうが、給料は上がりません。値上げすればいいんですよ。安さのみを重視したこの約25年間、そろそろ価格上昇を受け入れ、過度なサービスの要求をやめる時です。コンビニバイトにまで敬語を求める必要はない。袋いる、とかタメ語でいいんですよ。ただ、小室圭さんの家賃が60万円とか80万円とか言われているアメリカ、ビールが安いんだよなぁ。355ml 24本入りケースで1本あたり90円とか。そこはのんべえの私には羨ましい。中川純一郎、1973、昭和48年東京都生まれ。ネットニュース編集者、博報堂で企業の PR 業務に携わり、2001年に退社。雑誌のライター、テレビブロス、編集者等を経て現在に至る。著書に、ウェブはバカと暇人のもの、ネットのバカ、ウェブで飯を食うということ、等。満喫1975、昭和50年埼玉県生まれ。日本大学芸術学部卒、ブログ、満州キツコの織物ワンダーランド、で注目を浴び、漫画家、イラストレーターとして活躍。著書に、アルチューワンダーランド、扶桑社、春もやさん、新潮社、など。週刊新潮、2021年12月9日号掲載。新潮社、